どれだけ頑張るつもりでいるのか、一言お願いします。東京電力株式会社石澤社長。お答えいたします。先生のご質問でございますけれども、我々としましてもですね、賠償につきましては誠心誠意努めていきたいと思っております。リストラ等もいろいろ進めてございます。その分も含めまして、事業の安定的な運営とともにですね、一生懸命努めていきたいというふうに思っております。何卒ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。高橋智津子君。はい、一番肝心なところがですね、やはり今はまだ始まってないので、チェックをしますということを言えます。だ本当に、じゃあ今たった1円も払ってない状況と同じことですから、それ以上どれだけの努力がされるのかということは、やはり私